ルーツやガルータの初演録音は第二次世界大戦の戦火の中で行われたが、この録音には録音場所であるリガ教会の外での戦闘音が入っている。初演は選抜された大規模な合唱団をテオドールライターが指揮した。ガルータはこの時、自ら聖堂のパイプオルガンを演奏している。カンタータはソビエト政権時代には宗教的、 民族的理由により再演が禁止されていたが、1990年、ラトビアの歌の祭典において、1万人の合唱団によって復活演奏された。ありがとうございます。